ションして25ってことにしてデビューしましょうって言われたら、いいよいいよって言うね。そう言うやろ別に。すぐデビューしてすぐ言う、年齢差し上げバレたんやって。そうです。でも全然若いですよね、 JP さん。え、うん、うん、それ聞こえるのによって失礼で。え、なんでですか。見た目が若いってこと。はい、見た目もだし、このハキハキ感、ハキハキ感、ハキハキ感な、ハキハキ感ね。はい、やっぱこういう仕事してると普通よりは若いってよう言いますけども。よう言いますね、うん、まあ同窓会行くとね、わかるよね、そういうの。わかるな、うん、てか服装の違いとかもできます。ああ、どういう服着てるのみんな。なんかね、ヒョウ柄。友達は、高槻の友達たちはみんな別におしゃれやねんけど、ヒョウ柄のスパッツ。なんかね、ヒョウ柄のスパッツにミッキーマウスのトレーナー。少しずつ偏っていくんよね。あー、そう、分からへんけど、まあ、それ安いもんでええのってなるからかな。いや違うね、みんなおしゃれしてんねんけど、うん、ちょっとコテコテなんかな。ああ、あのすごいキラキラしすぎてたりとか。あー、そう、うん、でもね、そういうおばちゃん社会があるからやろね、それこそ。そうなんかな、なんかやっぱちょっと違うかなっていうのは感じる。この前さ、ゲストに来てくれた今津さと子ちゃんみたいな、はい、今津さと子ちゃんも同級生で東京に住んでるカメラマンやん、うん、で私 あの結婚パーティーみたいな地元でやったちっちゃいやつに親友だけ呼んでんな、うん、でその3人女の子がいた中のさと子、あと地元の友達2人、うん、ほんじゃあ私の親戚のおじちゃんが今津さんを見て、うん、ここあんただけおらちゃうな、おらちゃうなって言い続けてるな。帰りの車で、あとの二人がブーブー言ってた。なんでなんで、失礼じゃないっつって。なんでなんでなんで、あんただけオラちゃうな、オラちゃうなって、あたしらオラないんかい。いや、オラちゃうなっていうことですから。そうそうそう、そうやねんけど、キレてた。それ聞いた私はでも、しょうがないよなと思いながらも、二人を言ってよ、せやな、オラぐらいあるわな。まあなあ、そういう意味ではね、なんかもう、でもあのセレブっぽい服装していくっていうのはあるかもしれないでしょ、これから。どこに、うん、奥様でしょ、もう言うたら、うん、でも私はもうプリンセスみたいな格好がしたい。どんな、上はもうチューブトップで、うん、あーチューブトップで、下はもう下にめっちゃこうクチュール、なんていうの、バレリーナみたいなのが入ってる、ふわふわふわしてる感じ、なんかふわっていうようなドレスとかを着て、なんかキラキラのハイヒールとか入って、でも頭はクリクリのパーマで、うん、で、がっつりこう、がっつりアクセサリーとかして、あ、かわいい。で、タバコとか吸って主婦なんだけど、うん、で、授業参観とかでもそれで行くんですか。それはないそれはないかい。それはないけど、授業参観も私の夢はできるだけすごいこう、金髪とかの頭で、うん、ちょっとかっこいいみたいな、お母さんみたいな。金髪やったら、でもヤンママっぽくなるんじゃないですか。ヤンママにはならないような、こう、ならないおしゃれな金髪とかで、なるほど、行きたいわけで、旦那さんはもうタトゥーが袖みたいになってるんで、うん、あの、もうできるだけ半袖で一緒に服着てるんかなと思ったらちゃうみたいな。あー、違うみたいな。俺一回あの、新橋やったけど、銀座でお芝居がありまして、その後新橋のカプセルホテルみたいなところで泊まったんですよ、うんうん、一人で、うん、で、なんかシャワールームみたいなのがあって、うん、ほんで、僕メガネ外したらもう何も見えないんですよ。今コンタクトなんですけど、うん、0.01 ぐらいなのね、視力が。で、朝お風呂入ろうと思ってお風呂入ってて、ほんなら隣のとこがガチャって出てきた人が、なんかもう T シャツ着てんねん。T シャツ着て風呂入ってるな、この人思って、え、この人 T シャツ着てるやろって、ゴーン見たら、よう見たら入れ墨やった。ここに龍書いたって。あ、守りや、本物や。そんな人をこうやって見ても、うわーなんて自分で引きましたけどね。ね、ほんまに気をつけていただかないと。はい、ね、さあ、そんなことで、そんなことでじゃないですけども、じゃあ今日の1曲目は何ですか。タトゥーですか。長森明さんの違うやろ、タトゥーっていうユニットやろ。タトゥー、タトゥータトゥーおったな、それは難しいな。ねー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 、分からんよ。分かりますよ。どだけやろ。そう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 、タトゥーにしようか。じゃあ、嘘やろ、タトゥー。嘘やべえ、なんかちゃんとあれしないとダメじゃないですか。例のあれをプロモーションしましょう。はい、じゃあ、4月25日発売になりました。うん、オンライブプロデュースさせてもらってます。これジャケット見たらみんなすぐ買うように。はい、はい、スタークラブの中から、カリノサでレイニーガールです、はい、どうぞ。雨降り日曜日、明日は
ここまで来たけれどまつげ濡らす